Nordic Rebels Season 3, Skills for the Future. When was the last time you actually checked, you know, these lists telling you what kind of skills you need for the future? So you need creativity, analytical thinking, interdisciplinary knowledge, emotional intelligence, leadership skills, technology skills, skills. The lists, they just go on. But is it really about like ticking the boxes or establishing something long term, something more positive, or something actually that changes in your body? That's what Season 3 is going to be all about. So enjoy the ride. Most of all, I'm a human being. Hello, welcome to a new episode. I'm your host today, Aoi Matsushita from Senla. Let us welcome Mr. Takao from Japan today. 今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は Sustainable Transition Why? A Call for Action ということで、なぜ今サステイナブルな世界の実現に向けてのアクションが必要なのかについて、実際に独自の技術を使ってこのトピックやアプローチをされている日本環境設計株式会社代表取締役社長の高尾様にお話を伺っていきたいと思います。高尾様、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、長かったですがよろしくお願いします。はい、はい、では早速インタビューの方に入りたいと思います。まずは御社のビジョンや取り組みについて教えていただきたいです。はい、我々のビジョンというのは、まあ、あらゆるものを循環させようというふうに考えています。はい、まあ、今までの、経済、例えば消費等は、ものを作って消費して、まあ、ゴミになって捨てられていくというようなものが一般的でしたが、まあ、これをですね、こうくるっと回したいというふうに思っています。でそれはいいことはもちろん環境に良くなるだろうし、環境負荷も減るし、二酸化炭素も減るし、資源も、節約できるんですが、それよりもさらにこう、その方が面白そうだし、その方がビジネスとしてうまくいくというふうに思って、この取り組みをしています。について教えていただけますか。はい、まあ、物を循環させようと、いろんなものを循環させようとすると、どうしてもその循環させるための技術というのが必要になります。はい、もちろんその世界中でいろいろな技術が日々開発されていますが、我々も、独自の取り組みとしてそのような技術の開発をしてきました。まあ、先ほど話した通り、あらゆるものを循環させるというと、まあ、全てのものをやれるのかということになりますが、いきなり全部のものはできないので、僕らは今、皆さんが着ているお洋服と、ペットボトル、そしてあとは携帯電話と、まあ、身近なものをですね、対象にしています。でこれらを循環させるためにですね、技術というのが必要です。僕はもともと科学工学を勉強していたので、科学的なアプローチでこれらの、循環させる技術を開発しました。この開発は、我々だけでやるんではなくて、もういろんな人たち、例えば他のベンチャー企業だとか科学会社だとか、大学研究所と一緒になって技術を開発しました。はい、なんかそうですね。これはですね、我々のリサイクルのプロセスを順番に説明をしているものでして、はい、これが古くなったお洋服だとか、はい、ペットボトルです。これを、科学的に分解をしてしまって、例えば汚れだとか色だとかその他の不純物をきれいに取り除きます。するとこういう白い、中間体、ポリエステルのモノマーというものができます。でこれを重合するとポリエステルのペレット、ね、ピカピカができます。でこれをですね、溶かして糸を引くとこのような糸ができて、この糸を、編んだり織んだりする折ったりするとこのような生地ができます。でこれからこのような T シャツが作ることができると。
でこれが古くなったらもう一回こっちに戻ってくるという、はい、一連の流れをですね示しています、はい、技術を使った事業内容についてお話しいただきたいです。我々で最も今、力を入れているものというのは、着ているお洋服の、循環に取り組んでいます。まあ、皆さん着てらっしゃるお洋服を、が古くなったり、まあ、汚れたりして、着れなくなった時にはですね、にぜひ買ったお店、お洋服を売ってるお店にですね持ってきてくださいと、はい、でそれを我々が、引き取って、リサイクルをしてもう一度新しいお洋服を作って、販売しますと、まあ、そういうビジネスをしています。実際にですねこの T シャツは、はい、再生リサイクルして作られたもので、うん、もうすでに販売が開始されています。どこで販売されてる？日本の、小売店、例えばスノーピークさんとか、うん、はい、我々の会社のウェブサイトでも売ってます。はい、回収場所っていうのはどのぐらい日本にあるんですか？お洋服の回収プロジェクトはですね、2010年、今からおよそ9年前に、開始しました。それはですね、我々自分たちだけでもう物を回収することはできないかったので、いろんな人に協力していただこうと。で、協力をお願いしたのが、お洋服を売ってる小売店のお店ですね、はい、です。当時はですね、50箇所ぐらいの小売店で店頭回収、お洋服の回収がスタートしましたが、今ではおよそ2000箇所、全国、日本全国2000箇所で回収しています。例えば無印良品さんのお店だったりだとか、はい、イオンさんのお店だとかで回収されています。はい、わかります。大丈夫。次の質問です、はい、どのようなきっかけからこのような事業を始められたのでしょうか？そうですね、最初のきっかけは、お洋服、日本においてお洋服着られなくなったお洋服のその 90% 以上、大半が燃やされたり埋め立てられたりしているっていうことを、まあ、知って、まあ、この問題をなんとか解決したいと、もったいないと思ったことがきっかけです。やはりこれだけたくさんの人がいて、たくさんのお洋服が生産されてそれが大量に廃棄されてしまっているのを、まあ、知ってしまい、すごいそもそももったいないなというふうに思ってしまいました。それをもしリサイクルすることができて、原料にすることができたらすごい大きなインパクトを与えられるにと思ったことがきっかけですね。はい、日本環境設計様の取り組みの中で、うん、消費者から変えていくという意識を強く感じています。服を回収するブリングや服から服を作るブリングマテリアルの取り組みについて具体的にどのようなことをされているのかお伺いしたいです。我々が、まあ、リサイクル技術を開発をして、まあ、工場を建設した時にですね、はたと困りました。というのは原料、我々の工場になる原料はですね、自分たちではなかなか集められない、つまり消費者の持ってる一枚一枚が、我々の工場の、原料になります。で、そのためにはですね、それをこう原料を集めてくるためには消費者の協力を得ることっていうのが最も大事なことになります。なので、まあ、消費者といかにコミュニケーションを取ってそのお洋服一枚一枚を持ってきてくれるかっていうことを考えないといけないと。でそのためには我々はこんな社会、こういう世界を作っていきたいから皆さんご協力してねとお願いをするっていうことがすごい重要です。でもちろん我々のビジネスというのは消費者から直接、リサイクルするための費用をもらったりとかそういうことをしているわけではないんですけれども、
消費者にいかにこう協力してもらって、いらなくなったお洋服を1枚持った時にゴミ箱にポイと捨ててしまうのか、持ってきてくれる、ブリングしてくれるようになるっていうことが大きな違いで、これをこういかに巻き込んでいくのか、消費者を巻き込んでいくのか今大事だというふうに思っています。はい、無料で回収をしている？無料ではなくて、これは我々が、僕らが小売店と、連携した一番大きな理由ですけれども、例えば小売店によって違いますが、持っていくとポイントがもらえたりだとか、割引券がもらえたりだとか、何か小さいプレゼントがもらえたりだとか、まあ、そういうメリットはあります。なるほど。ただ持っていくよりは、そっちの方が持っていきたいって気持ちになります。そうですよね。はい。なぜ企業側ではなく消費者の変化に着目しているのでしょうか？消費者の変化に着目する、まあ、一番大きな理由は、まあ、消費者しかいないと。世の中を変えれるのは最後は消費者だというふうに思っています。まあ、僕ら事業者からすると、例えば効率のいいリサイクル技術を開発するだとか、もっと回収拠点を増やして、回収サービスを展開するということはできるんですけれども、それに最後乗っかって協力してくれるというのは消費者だと思いますし、社会を変える力を持っているのは消費者だと思います。なので彼ら、まあ、消費者の動きには注目して楽しく協力してくれるということが、大事だというふうに思ってます。はい。こうしたプロジェクトで消費者を巻き込んでいくという中で意識されていることはありますか？真面目にならないということだと思います。と言いますと？はい、実は2010年に最初、回収プロジェクトを開始した時は地球のために皆さんご協力くださいという、まあ、キャッチフレーズでお洋服の回収を始めました。もちろんそのキャッチフレーズ、地球のためにということでお洋服を持ってきてくれる方もいらっしゃるんですけれども、まあ、正直なかなか広がらなかった。で、まあ、どうやったら広がるかなといろいろ考えると、もっと面白くないといけないなと。例えば、まあ映画と連携したりだとか、まあ、スポーツイベントと連携したりしながらこう楽しいと、お洋服持っていくことが何か貢献して楽しくなるというところを一緒に入れるっていうことはすごい大事なことなんだろうなと、地球環境がまずいから、北極の氷が溶けるからそれを防ぎたい、まあ、もちろん海が汚れるからっていうので消費者の協力を求めることももちろんできるんですけれども、それだけじゃなくて、いや持ってくると楽しいよねと、面白いよねと、もっといいことあるよねという、こうポジティブなイメージでやることが大事だなというふうに思っています。具体例があればご紹介していただきたいです。僕らの持っている技術の一つに、お洋服のうちに含まれる綿繊維から燃料を取り出す技術があります。お洋服を持ってきて、まあ、酵素で分解、タンパク質で分解をして発酵させて、まあ、燃料を作るんですけれども、これでですね、実はジェット燃料、バイオジェット燃料を作ることができます。日本の航空会社である日本航空さん、 JAL ですね、はい、が、そのバイオジェット燃料を使った、テストフライトをやりたいということがあったので、JAL の飛行機を飛ばすために皆さんお洋服を持ってきてくださいと、しかも持ってきてくれた人から抽選でそのテストフライトのにご招待しますと、持っていくでしょ。例がありますね。そういうことで、その持っていくとどういうことが起こって、なんかいいことが起こるということを具体的に伝えて、ちょっと 僕もそうですけど飛行機好きな人多いので、そういうのに貢献できると楽しいなっていうことをやりました。なるほど。はい、最後に、NPO や NGO ではなく
企業でビジネスを通して環境問題に取り組んでいらっしゃると思うんですけど、ビジネスとして継続していくために意識されていることはありますか？はい、儲けることです。はい、もう圧倒的な利益をこの事業で出すことができれば、うん、おそらく多くの、方々がこのビジネスに参入すると思うんです。うん、大きな会社も、まあ、ベンチャー企業も、はい、でいろんな人が参入してこのサステナビリティリサイクルで利益が出せるっていろんな人が参入することになれば、さらに循環が進むというふうに思うので、大事なことは、儲けること、うん、そして利益をちゃんと出すこと、でそうすることによって、いろんな人が参入し技術開発が促進され、さらに効率が良くなって、循環が進んでいくと、うん、残念ながら僕ら、この会社を作ってから12年ぐらい経つんですが、あまりねまだ参入されない、うん、なので、もう少し、なるべく僕らも頑張ってたくさんの利益を出してそれを公表して、皆さんこのマーケットに参入しましょうということが言えればいいなというふうに思いますし、もちろん NPO、NGO でも環境に貢献することはできるんですけども、やはり資本主義なのでお金が絡むとですね、その波及効果は非常に大きいと思います。なので我々は NPO ではなくてプライベートカンパニーとして、投資家からお金を集め、銀行からお金を借りてこの事業をやっています。実はまだあんまり儲かってないんですけれども、この社会になってきたので消費者の意識も変わってきたので、あと何年かのうちには儲かるはずだというふうに思っています。やっぱり利益がないと続かないと思いますし、市場もどんどん拡大していかないので、自分たち の影響を与える範囲もどんどん小さくなっていくと思うので、確かに利益は出すこと、はい、儲かること。でもやっぱ環境問題とかそういう話題になると利益っていうのはちょっとタブーみたいな雰囲気があると思うんですけど、そういう中でもう儲かること、絶対儲かることしてらっしゃるのすごいと思います。ストイックにやることは可能なんです、うん、しかも何て言ったらいいだろう、製品端というのかな、清く正しく美しくやっていくことは、非常に、できるんですけれども、やはり、資本主義のそのインセンティブというのは社会を変える力を持っているので、それをうまく環境問題の解決とこう合わせてあげると、逆に言うとそのためには消費者がリサイクルされた素材でできたものは買いたいというような意識がなっていくと、多分そういうふうになっていくんだろうなというふうに思います、はい。フランスのリヨン市とも一緒にプロジェクトをされていると伺ってるんですけれども、日本だけでなく海外に今後アプローチを考えていらっしゃいますか？はい、世界にたくさん人がいるので、このリサイクルの仕組み技術回収が、をぜひ広げていきたいというふうに思っています、なぜなら地球の問題なのでね、全体で考えないと解決できない、でじゃあ次どこに行くのかというふうに考えると、一般的に言うと繊維が生産されているところ、アジアの国で、リサイクルをやると効率はいいんですけれども、むしろ、新しいお洋服だとか、回収消費者の新しい消費文化を作っていこうとすると、例えばそういうのの先進的な文化を持っているところでやるべきだというふうに思いました。でどこかなと考えるとやっぱりヨーロッパ、フランス、メイドインフランスの再生されたポリエステルを使った例えばスカーフだとか、スポーツウェアができてくるとちょっとかっこいいですブランドが出てくるし、はい、リヨンというのはもともとは絹織物産地で、例えば高級ブランド特にエルメスの本拠地であったりもするので、そういうところでまず、こういう
社会、こういう仕組み、こういう技術、こういう製品いいでしょっていうことを示したいと思ってフランスに行くことにしました。まあ、フランスに行っていろんな方とフランス人と話をしてみると、やはりそこのコンセプト考え方にすごい共感していただいて、うん、ぜひフランスでやってくれと皆さん言っていただけるので、まあ我々の考え方っていうのは間違ってなかったし、うん、まずはリヨンでやるということを目指したいと思ってます、はい、海外には似たような会社はないんですか？例えばお洋服の回収だけをやってる会社はあります、お洋服のリサイクルだけをやってる会社はあります、もちろんお洋服を作ってる会社というのはたくさんありますが、これをつなげて全部一括でやろうとしてる会社はなかなかないです、うん、独自の技術でしたもんね。そうですね。以上になる。サステイナブルな世界の実現に向けて、私たちでもすぐにできることだったり、意識していくべきことについてだったり、変えていくべき行動について教えていただきたいです。ぜひお家に帰って、まあ、クローゼットを開けてお気に入りのお洋服1枚持って、このお洋服がどこから来てどこに行くのかっていうのを、うん、一度考えてみてもらえるといいなというふうに思います。お気に入りのお洋服で、大好きなものがどこから来てどういうふうにして今後なっていくのかということを思いを馳せたときに、一番いいのは帰ってくること、自分のところに帰ってくることだと思うんです、うん、まあ、そういう循環を普段の生活の中でちょっと意識してもらえると、世界は変わると思います。はい、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。